ありがとうございます、嬉しい。そう今日はね、そう久しぶりだよね一人の配信、ちょっと寂しいけど、よかったら最後まで見てってください。こんばんは、ありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとう。名前読んでくね。こんばんは、ありがとう。サッカーさんこんばんは、ヒデトさんこんばんは、インちゃんこんばんは、ウズリンこんばんは、シナさんこんばんは、おにぎりゅうさんこんばんは、フーランさんこんばんは、トモキチさんこんばんは、アキタンさんこんばんは、カエルハンチューさんこんばんは、ヤマシさんこんばんは、ナナクさんもありがとう、こんばんは、アルマさんもこんばんは、イチジクさんもこんばんは、竹松さんもこんばんは、サンビさんもこんばんは、ジーチもこんばんは。そう今日黒、今日はね、そう上が黒だった。かわいい黒も、これあれだよね、あれで着たやつ着た、ファンミの時に着た服を着ました。久しぶりに着た長袖。今日はなんか外にお出かけしてたんだけどね、お出かけ、そうなんか雨降ってきちゃってさ、途中でね、すごい寂しかった、寂しいってか悲しかった、雨。今日はどうしてもあんまり今日は髪の毛を崩したくなかったんだけど、今日は しっかり湿気に負けちゃって本当に悲しくなっちゃったんですよ。悲しくなりました。そうクロリータ、山井さんこんばんは、ありがとう。タープさんこんばんは、ありがとう。もう可愛い、ありがとう。これなんかネックレスしてるみたいで可愛いよね。昨日はみんな何をしていたんですか。そうね、もう4日間メンバーといたからね、今日はねお休みだったんだけどね、寂しいです。寂しくなっちゃったね、一日会ってないだけで寂しい。なめなこペアさんこんばんは、ありがとう。ナオトさんこんばんは、ありがとう。ありがとう、ハートシナさん、うずりもありがとう。あ、ほんとに、まあ、クロセだからね、黒似合うとか勝手に言ってんだけど違う。ありがとう、おかえり、ありがとう。ショウさんこんばんは、ありがとう。うずりととありがとう。そうなんかね、そう仕事が、そうどうしてもね配信がね、そうできない。できない時間になっちゃって、昨日もなんか結構お家帰ってきたのがもう本当に遅くって、そう本当に遅くて、あもう無理でこれはもうって思って、もう0時回っちゃったので、ママにね迎えに来てもらって帰ってきてから、そう全然ちょっとそう SNS を動かせない時間帯にね帰ってきてしまったので配信がねできなくて。そうでも何継続チケットみたいなのを貯めてたから大丈夫だったんだけど、そうありがとうね、なんかショールームできませんみたいなさツイートしたら、みんなが頑張ってとかお疲れ様って言ってくれて、とってもね嬉しかった、ありがとう。レンタラさんこんばんは、ありがとう。え今日ほんと強そうだよね。そう今日ねなんかちょっと書き方ミスっちゃったね、なんか強くなっちゃった。しのさんありがとう、こんばんは。そう久しぶりでしょこれ。まちさんありがとう、こんばんは。 TikTok もありがとう、こんばんは、ありがとう。それまでの配信充実してた、本当にごめんね、ちょっと一人でも充実させられるように頑張ります。そう毎日みんなでねトランプしたら夜のしたり、なんかさめっちゃさ夜ギリギリまでさ配信した時になんか結構盛り上がっちゃって、あのあとワード塩パンの時のやつ覚えてる、わかるかな、塩パンの配信してた時に、そうなんかあのあと結局花も塩パン食べるってみんな食べてて、そうみんな同じ量ぐらい食べれた、ちゃんと一口みんなあげてて。そうそれでね、その時かな、なんかワードウルフやりたくないとか言って、そうワードウルフやろうよってなって、ワードウルフやってたらなんかそのカテゴリーみたいなのが、なんかねワードウルフってみんなで同じ内容を話して、その中に違う内容のお題の人もいてみたいなゲームなんだけど、そうそれがねもう全然終わんなくて楽しすぎて終わんなくて、あと何ダウトってやつをやったらね、もうルカがねもうダウトやろうって言ってくれてさ、
ダウトやったらもう全部ダウトっていうのルカが何でもだからルカがどんどん手札が多くなってっちゃうっていうのをやった。そうめっちゃねちゃんとトランプとかウノとかあんまりさメンバーになってる時もさレッスン場とかでウノとかやんないから久しぶりにとても楽しかったそう楽しかった。めっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛いでしょ。ちょっとなんかちょっと肌出ちゃってて、いや嫌なんだけどちょっと出ちゃうね。ネグロスさんこんばんは、ありがとう。こんばんは、ありがとう。本当に楽しかった、見てくれてありがとう。ゼリンありがとうね、楽しかった、楽しかったですそうリンカはね、そう高校生の時にちょうどコロナの時期だったのね。コロナの時期っていうのかな、なんか中学生中3の受験を受けた日の帰りかな、帰りになんか次の日学校行けないみたいになっちゃった気がする。もうなんかコロナで行けませんってなっちゃったから、なんか中学校の時のなんか卒業式とかもなんかもう何にもできなくて、なあ出式はできたけど何もほぼできてなくて終わっちゃって、高校も入学式行ったら 2,3 ヶ月学校行けなかったし、文化祭も3回年に1回あるんだけど1回しかできなかったのね。だからなんかまあ高校であんまりあんまり行事とかもなく、そうあれだったんだけど、なんかねメンバーとだから修学旅行にもう一度行けた気持ちだったすごい楽しくて、なんかもう一回学生の頃に戻れたような気持ちだったそう、ジュニちゃんありがとう、いっぱいモンブランいいね、食べたい。水色魂さんこんばんは、ありがとう。ジュニちゃんありがとう。ナムネグプレイさんありがとう。ホワイトクラッカーさん、うんこんばんは、今角の組み立てしながら見て、あ本当ね、なんかねマイファブのさエリア部屋に作ってくれてるってね乗っけてたよね、ありがとう、嬉しい。 T シャツも飾ってくれたみたい、ありがとうねあれだね、そう今日、えみんな今日何してたの。今日さ土曜日だよ。そう土曜日何してた。アンニーハスさんコバリッドありがとう。本当に確かに確かに、シナさんありがとう、ありがとう。時松さんもありがとう、本当嬉しい、ありがとうね、可愛いって褒めてくれてありがとうでなんか今日はね、そうだよね、精神的スイッコーリータだと精神的、確かにみんなね割と大人っぽいとこあるからね、そうかもしんない。そうだよ、えなんで待って、なんだえなんでイニちゃん何してんのちょっと待って何してんの。そう今日ね実はね、そうアンネームさんのライブ行ってきたのあそっか、花がリンカの前配信だったからかな。そう今日アンネームさんのライブに行ってきたんですよ。実は私もキラキラチューンツアーさ出てたじゃん、あのボリューム1出たのね、ボリューム2かな、今日行ってきて新宿行ってきました。そうめっちゃ迷った新宿もうやばかった、もうね、もう新宿なんかね花と全然たどり着けなくて私が悪かったんだけどね。そうもう本当にもうねすごかったよ。そうキラキラチューンツアー、そうなんです、いちじくさんめっちゃね楽しかった。もう二人でなんかもう感動して泣きそうになりながら、もうでもノリノリでやってました。もうライブ見てました今日、もうペンライトも2本ちゃんと持ってって振ってましたこちらさんフリットありがとう。オートフェスティバル本当にあれだよね、駒沢大学さんの、はい、そう楽しみにしててくださいね。私たち文化祭での初めてだし、私なんならさ大学の文化祭とか行ったことないの、行ったことないからめっちゃ楽しみです。あけやさんこんばんはありがとう。そうだよそうだよ、もちさんありがとう。ホワイトクラッカーさんもありがとうね、昨日配信できなかったからなんかめっちゃ物足りなかった昨日はでもまあお仕事全力で頑張ったからまあよしみたいな感じかな。ありがとういっぱい、
こんばんは、ひげころさん、もありがとう、ありがとう、いっぱい。そうなんだよね、なんかレースみたいになってる。まるまる券、なになに勝手に予想してんのね。ひなたさん、ありがとう。そう、私も終電間に合わなかった間に合わなくて、そう、親にね迎えに来てもらった。帰るところまで自分で帰ったんだけど、なんか全然わかんない、なんかで電車っていうかさ、なんか電車は乗ったことある、もちろんあるけど、なんかさ、なんか指定席で乗んないといけない電車あるじゃん、あれの乗り方が全然わかんなくて、もうマジで帰れないんじゃないかと思って本当に泣きそうだったので、駅員さんにもう聞いても何言ってるのか全然わかんなくて、私がもう知識がなさすぎて何のこと言ってるのか全然わかんないのね。でも一から説明優しくてさ、してくれて分かってやっと帰れたんだけど、全然家まで帰れなくて、そう、迎えに来てくれたから本当良かったから家帰りました。もうね、もうダメでした本当に、もう全然ダメそう、みんなは今日お休みだったからきっといっぱい寝てると思う。まーさん、こばれてありがとう。まーさん、こばんはありがとう。お久しぶり、ありがとう。そう、伝説のね。本当？そう、甘える方がね、甘えたがりだから。そうなんだ。出版。そう。FN さん、こんばんは、ありがとう。おとといの24時以降は。トランプ、ダウトと、そう、ダウトして、でなんか塩パン明日の朝食べようみたいになってたんだけど、結局あの音食べたのなんか次の日顔信じらんないぐらいむくんじゃって大変だった。あとダウトやって、そう、なんかゲームのあれ、なんかなんつったっけ、ワードウルフ、なんかなんだっけ、ワードウルフじゃなくて、なんだっけな、あれだっけ、なんだっけ、あれなんだっけ、人狼やろうって言ってたんだけど、なんか人狼よりワードウルフの方が良くないってなってワードウルフやってた。だから結局に寝たのがめっちゃ遅い、2時とかかな、2時半とかもっと行ったかもしんない。かずきさん、こんばんは、ありがとう。静岡です。 TOS さん、ありがとう。 TikTok もありがとうございます。ルカ、そうだよ、ルカはね、そう、クールな、あんまりね、そう静かだしクールなんだけど、全然もうメンバーという時は、ね、めっちゃ優しいし、結構笑う、めっちゃ笑うありがとう。そう、カップラーメンめっちゃ美味しくてびっくりした。そう、めっちゃね美味しかったカップラーメン。なんかね、 TikTok とかでもね、カップラーメンおすすめしてくれたファンの方がいて、食べようかなと思ってる。なんとさん、ありがとう。選挙カーに切れてて、あ、そこ、なんか最近ね、選挙のめっちゃやってるよね。私の駅のとこなんかやってる人多いかも。めっちゃ一日一回見てるかも。そう、普通にお仕事頑張ってきて、お疲れ様、お疲れ様です。今日もお仕事お疲れ様。そう、私はね、今日はね、もう本当に休んでた。そう、ライブ行ってきて楽しかった。横浜いいな、横浜行きたい。今日は咳が止まんなくて、風邪ひいちゃったってこと？大丈夫か？ね、ゆっくり休んでね。白鳥？どういうこと？白鳥見てたの？ケーキありがとう。土曜日ハロウィーンイベント。ハロウィーンイベント楽しんでました。おー、いいね。ゼロさん、こんばんは、マフル、ありがとう。バラバラよ、花曲げ。そういうことね。そう、私もレッスンもらっちゃったの、やばくない？私もめっちゃレッスンもらっちゃって、もうなんかもう手も振ってもらっちゃって、もう本当にやばい、本当にやばかったの。もうね、もうすごかった。そう、花とまず会えるまでがめっちゃ大変だったの、自分的にね。私、新宿のりか一番さ、マジいいか、なんかもう本当嫌なの。なんでかって言ったら、もう着かなくて、新宿めっちゃ迷っちゃうのね。で、今日も結局、昨日もうなんか眠いながら、昨日寝たのね。今日の朝の4時とかに寝たの、多分。本当に全然寝れなくて、寝れないっていうか、その眠くて寝れない、眠いけど寝れないとかじゃなくて、やることが帰ってきたからもうすぎて、朝の4時とかに今日寝て、そう、でも
いっぱいちゃんと調べたの、行き方とか。花とも時間何時にするとかも約束してたんだけど、新宿駅大きくて本当に迷っちゃって、もう全然わかんないし、もうと思って、花がずっとでも凛花に写真付きで LINE 送ってくれたからどうにかなった。本当に難しくて、いろんな線あるじゃん、もうなんか全然わかんなくてさ。でも、もうどうでも、そんなことどうでもいいぐらいファンサもらっちゃって、本当にもうなんか泣きそうになっちゃって。そう、アンリームさんのねライブもこの間は自分もライブあったから裏だったから見れなかったんだけど、ちゃんと見れてキラーキラーってやってました。私もこうやってずっとやってた、踊ってた、こうやって後ろで勝手に。しかもワンラブワンハートさんっていうねグループが今日一緒に出てたんだけど、私そのグループがめちゃくちゃ好きなので、歌がすごい特に好きで、そうなんかすごい花と私がめっちゃねハマっててなんかレッスン場とかでも結構流してたりして、そうで、なんか私ねときめき千年部さんとかがすごく好きで、ずっとなんかグループ自体はしてたんだけど、その曲、ある曲がきっかけでめっちゃ好きになって、そうやっとね会いに行けて、そう実は TikTok でたまに花と踊ったりとか実はしちゃってたんだけど、めっちゃ好きで、もう本当になんか頑張ってよかったなと思った。今までお仕事頑張ってよかったなって思うぐらい本当に会えてよくてよかったの。もうねやばかった、もう言葉に出ないぐらい私ちゃんと推しメンに手を振ってもらいました。手振ってもらってペンライトカラーもつけてたんだけど気づいてもらえて本当に嬉しかったの。そう、しかもひなのちゃんともね、アンレムさんともお話できて嬉しかったんだ。花で、花もね、そう花もめっちゃテンション上がってたと思う。私もめっちゃね楽しかった、なんかライブ本当に楽しくってどうしようと思ってたね、大学の学園祭、そうしかもね、その大学のね、その、まあ、どっちかは一応言わないとくけど、一応ね私のいとこがねいるんだよ、 いるの帰ってて、帰ってたとこで、だから超楽しみ。めっちゃ顔似てるんだよねめっちゃ顔似てんのるいとこが通ってん、そうお兄ちゃんみたいな、めっちゃ優しいんだけど、めっちゃ優しいの、そのいとこが、そのいとこがその大学に通ってるから、もしかしたら見に来てくれるかもしれなくて、めっちゃ楽しみにしてる個人的にそう、家族、私のライブ多分見てくれたことあるのがママとパパと、あとおじいちゃんとおばあちゃんも見てくれたこと、来てくれたことがあって、でもいとこは他にもいっぱい家族来てくれたんだけど、いとこはまだ、いとこ7人いるの。え、7人だよね。ちょっと待ってね、いとこ数えるね。いとこ7人だけど、7人とも誰も、ま、全然見に行こうとしてくれてるし、見に行きたいって言ってくれてるんだけど、そう予定がね合わなかったり、仕事してたりするか合わなかったんだけど、そう、それでやっともしかしたら見に来てくれるかもしれなくて、ただめっちゃ顔似てるの私に私が似ちゃったのかな、わかんないけど、だからちょっとやめてねって言った指定席のやつとりあえず乗っちゃえば、そんな、え、そうなの、え、なんか駅の改札入っちゃ、勝手になんかよくわかんなくて入っちゃって、いつも通りにピーとか言って外もう一回出て買い直してもう一回入った、めっちゃ大変だった。なんかしかもそのチケットが出発の3分前までしか買えなくて、私が最後だったからめっちゃ焦ってた。本当にないないけ、なんだろうな無事帰れてよかったね、ありがとう。早めな、ああ今日かな、そうだよね、お出かけしてるって聞いてる。大学の学祭を、あ、そうなんだ、大丈夫です、私はみんな6人で固まってるので大丈夫です、任せてください。荒木さんこんばんは、ありがとう。ニコさんこんばんは、ありがとう。ワードルフ誰かあった、
誰かつっていうかね、大体なんかなんだろう、花がなんかね毎回疑われちゃってた。花あのワードウルフじゃない、あのウルフじゃなかった時もあったね。でも結構みんな勝ったり負けたり勝ったり負けたりね。ババナイキ誰が一番最後になったんだっけ、誰だっけ誰だっけ、あ、花が、花あの決めたやつだよね、塩パンの、それは花だった気がする。そうそうそう、そう違うやつかも違うのかな、今日なんだろう、なんか覚えてないんだよね、朝本当に時間なくて。そうあったやつですあっ、おついた、ありがとう。スティーブレスドロー、なんでそういうこと言うんですか。いやでもね、私アンネームさんのライブやっと見に来ても本当に幸せだった。そう、もうやばい、やばかったです、可愛かった。そうアンレームさんのね、久保ひなのさんとかね、ひなのちゃん、さえちゃんとかはオーディションがね一緒に受けてたから、アイドルしてるとこちゃんと生で見れたの、ちゃんと見れたのは今回初だったからね、めっちゃ嬉しかった。本当にナポさんこんばんは、ありがとう。あつしさんありがとう、デザイナーハートさんもありがとう、うん、モンブランもありがとうね。アイドルさんのライブ行きだして都内の駅の乗り換えができるようになった、すごい。私もレッスン行くようになってからできるようにはなったんだけど、新宿とね渋谷がもう本当に難しくって全然できない。そう、私はそこがな辺かな、うん、そこな辺が難しい、新宿と渋谷でも新宿が今のとこ一番できないかな。ね、なんか新宿駅かと思ったらさ、新宿西口駅とかもあるじゃん、全然わかんないあれが。そう、なんか地図もあんまり得意じゃなくてさ、スマホの地図もさ駅の中だとさなんか変になっちゃうじゃん、だから全然わからんかった。ありがとう、オトアリータン、今日そうライブだったからね、ファンさん、あ、ぜひぜひライブの時いつでもお話しします。そう、出口間違えるとさもう一周回んないといけなくなったりするじゃん。そう、フリーコピーする気持ち、え、わかるよ。あのね、今日わかった、あのペンライトの色変え、なんか色をなんか自己紹介してる時にその子の色にずっとこうやってカチ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 ってずっと変えてたの、もうカチカチカチってやってたらなんかもうすんごい、あのなんか他の色ライブこうやってライブこうやってもう私のね推し目手振ってくれるんよ、手振ってくれるんだけど、こうやってやってこうやってやったら急に振っててピッパッて見たらなんか色変わっててびっくりしちゃったりの気持ちが分かりました。ありがとう、服に合って、ありがとう、ありがとう。イリオアルムハートさんね、推しイリオ誰だと思う、誰だと思う。そう、2人いて、まあ、全もう箱推しみたいな感じなんだけどね、あのみゆちゃんが好きなの、花が。そうで、私も好きだし、好きなんだけど、私の推しはねあのゆなちゃんとあんりちゃんが好き、そう2人が好きで、もうめっちゃ好きなの。しかもあんりちゃん同い年なんだよね、同い年かな、1個上だったっけ。そう、年が近くて、私は今20歳だった気がする。そう、なんか大人っぽくてめっちゃ素敵、ゆなちゃんめっちゃ可愛い。なんか今日もなんかライブの後企画みたいになって、そう、もう本当に今度歌聴いてみてください。最上級に可愛いのはときめき宣伝部さん、超ときめき宣伝部さんね。そう、ときめき宣伝部さんね、私大好きなの、ときめき宣伝部さんも、もうずっとずっと好き、もう初期から大好きだった。そう、私ちゃんとねいろんなねアイドルのねオタクやって通ってきてるので、そうしたらなんか私のペンライトの振り方がガチすぎて花にめっちゃちょっとえっとか言われたそう、あの歌め推しメン歌ってる時にもうずっとなんかこうやってやってたらもうなんかえみたいな顔されたそう、困らない、え、本当ですか、ありがとう。ファンミーティングと、え、ぜひ会えの楽しみにしてます、ありがとう。そう、駒沢大学もね、そう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 なんだよ、駒沢大学さんもね楽しみだね。そう、ときめき宣伝と、ゲームは、え、嘘私ね、ザ・アイドルが好きだからね、いろんなアイドルが好きなんだけど、ちっちゃい頃から
まずモーニング娘さん、ラブマシーンとかめっちゃ初期のやつ、ザ・ピースとか恋愛レボリューションとかのめっちゃ昔のアイドル、昔のとこから来て、ももいろクローバーさんも好きだったし、あのそのハロプロさんがね、あとももちさんとかもすごい好きだったの。あとやっぱ AKB48 さんにもめちゃくちゃハマって、そうやっぱヘビーローテーションとかもうめっちゃ、あのお遊戯会とかでも、ね、踊ってる子たちって本当にそれでハマっちゃって、私もおじいちゃんにマイクスタンドを作ってもらってそれでずっとやってました。そうだね、その後はいろんな、でもいろんなアイドルに、でもときめき宣伝部さんとか、あと今いきなりさんもハマってるし、そういろんなアイドルハマってたね。あと何ハマったかな、であとやっぱ乃木坂さんとか坂道、日向坂さんも桜坂さんも欅坂さんのも聞いてたし、そうひらがな欅の時も好きだったし、その後でも最近だとフルーツジッパーさんとかの遊びラボさん、だキューストさん今めっちゃハマってるそうめっちゃね、いろんなアイドルにハマってる。ダラン・ラブ・ワン・ハートさんもめっちゃ曲が好き、よく電車で聴いてて、今日やっと生で聴けて本当に嬉しかった。そうティフもね被ってたんだけど、本当はあの日にちが違くて会えなかった会えなくて、そうもうめっちゃね悔しかったけど、いろんなアイドルが今本当に好きで、そう大好きそう、あこ本当にです。そう上だったの、関係者エリアが2階でさいっぱいもらいました。そうなんかシャンデリアもあってめっちゃ可愛いさステージ、なんかおしゃれなステージだった。そうルチャとハナ、そうあのね、そうひいっぱいねオーディション受けてた、結構最終まで行って落ちてるのをね繰り返ししてましたよよくない、いやでもそう今日あのいつもあの箱推しだったんだけど、ちゃんと今日推し決まったから。ハナの推しはあの歌い出しとか、歌が一番うまい子、歌が一番うまい子、え多分ね、ワンラブハンハートって調べたらトップの動画に固定されてる動画見れば分かる、一番最初に歌ってる子、サビも歌ってるミュウちゃんって子です。そう夢中になってコール&ミックスステージにさ、そう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 、そう私も分かった、もうなんかこうなんやってたらもう色違くてあーとか言ってこうやって直して、しかもなんか2階までこう手を振ってくれて、そう私さまだ2階がある会場あんまり経験したことなくて、でもそれこそアンレイムさんのキラキラチューンツアーで2階席があって、2階席に向かってもこうやってやるのってすごいあのめっちゃ楽しかったの、だからねそうもう2階席いいなと思いました。すごくゆきさんありがとう、こんばんは、え通ってきてるよ、ライブも AKB 劇場行っていましたよ、行ってました。そう時生さん超なんだよ、もうちゃんとね M ステとかテレビ出てる時はね全部撮ってます。そうあそうだよね、なんかねごめんなさい本当に、そうあれだよね、なんかそう販売開始15億前から売ってたらしくて、チケット代でよかったありがとう、そうなんか11月開けといた方がいいよっつったのはねそれでしたそれでした、言って開けといた方がいいよみたいな。そうだよね、昨夜私立恵比寿中学さんもめっちゃいいよね、歌好きだよ、聞いてる。そうほんとえだからゆえワンラムワンハントだとヤナちゃんとアンちゃん、こまずはえ本当にありがとう、楽しみにしてる。あきたんさんこんばんは、ありがとう。メンヘラじゃないんだけど、ちょっと待って、私多分メンヘラじゃないと思います、私はねメンヘラではない、ただ愛が重いだけ、え聞いてるよあとじゃねえ、あとじゃで私もすれ違ったの、実はすごい嬉しかったです、いいよね好き、そうなんかね今のモーニング娘さんより昔のモーニング娘さんの方が私多分詳しい、詳しいの、
後藤真希さんとかの時代かなが詳しい。あ、本当に嬉しい、ありがとう。そう、の意味、そう、イコノイジョイさんもね、今一番来てんのはイコノイジョイさんが来てる本当にやばい、イコノイジョイさんやばい、私のもう人生の推しだよね。そう、人生でのね推しがねたくさんできてる。もう推しないと生きていけないよね、わかる。だから気持ちが、私も誰かのねそんな存在になれたらいいです。頑張ります。趣味合いませんね、やめてください東京ドームシティホール、あれか、わかるよ、わかるかも、会場、うん、ね、3階席ってすごいよね。3階席ね、絶対出れるように頑張る。そうだよね、そう、絶対あのあれだよね、なんか席、そうそうそう、絶対さ席隣だったとことかある方とか絶対あると思うんだけどね、同じ回見てた可能性もあるよね。はい、ウズリン、ウズリン、ありがとう。今日もね見に来てくれてありがとうございました。なんかいつもなんだろう、 X とかさ TikTok とかショールームでも何かしらいつも絶対やってくれてたし、そうだから昨日ねショールームがねできなくて話せなかったじゃん、だからめっちゃ寂しくなっちゃったの。そうだからね今日はねゆっくりお話ができてねとっても嬉しかったし、そう10月もそのあの駒沢大学、11月か、駒沢大学のねチケット取ってくれたってことなので、会えるのが、だってあれでしょ、27のもし抽選当たったらまず1回会えるし、駒沢大学のも会えるってなったらあと何日かで会える日がいっぱい3回も増えたってことですね。10月はちょっとライブがね少なくて寂しいんだけど、こうやってショールームとか X とかね TikTok にねコメントしてくれるのが本当に嬉しいですね。絶対もうなんか1日1回話さないとめっちゃ寂しいので、またねいっぱいねコメントしてください。いつもね TikTok の動画とか本当にありがとう、全部ちゃんと見てます、ありがとう、ありがとう。何がいい今日は、ポーズ何がいいかな、何がいい、何がいいかな今日何がいい、今日は何の日、19日じゃ熊とかにしとこうかななんで19日で熊なのか分かんないけど熊にしときます。熊ありがとう、ありがとう、取れたかなありがとう。そう、本当にさ昨日はショールームできなかったの本当に寂しかったんだよね。そうめっちゃ寂しかった、だから今日はねお話ちゃんとできてとっても嬉しい、ありがとう。おか今前半分ですよね、嬉しい、ファボラジと前半分の曲しか聴け、本当にありがとう、嬉しい。ファボラジもねいっぱい聴いてくれてる、ありがとう。ファボラジ、そうファボラジね、今週、来週も楽しみにしててください。そう私もねラジオめっちゃ楽しいなと思ってんだけどさ、私あんまお話しすんの、多分お話しすんの好きだけどお話しすんのあんまり上手じゃないからさ、分かりやすくちゃんと話せるように頑張りたい、ラジオ。ラジオだからなんかラジオしてたらさ多分喋りも上手くなると思うから、喋りが上手くなれるようになりたいそう初見、初見じゃないでしょ、ジャムズ、ジャムズさんもね可愛いよね、なんか女の、なんか憧れのアイドルって感じする、なんか女の子が好きな、あ男の人もなんか女の子にさめっちゃウケるよね、ウケるアイドルさんだよね本当に、なんか憧れるザ・アイドルって感じする。そうめっちゃね、アンピー確か好きだったよね。ねジャムズさん一回ライブかぶったこと、1、2回もっとあるか。そうでもね一回お疲れ様ですって言った時に
めっちゃ可愛くてびっくりした気がする。そうめっちゃびっくりした。そうジョムズさんまだね推しが決まらないから決めたいです。私もムチさんありがとう。そうでもノイミーさんのライブで会える日絶対あると思います。でいいもうそういい曲ばかりなんですよ本当に。好きな曲一つですって言われてもね決まらない。好きな曲一つ選んでくださいって言ったら決まりません絶対。リッターすでにたくさんの人に元気と幸せを。本当に？なんかね最近はね悩むことが多くてそうやって言ってもらえて嬉しい。ありがとう。あ待ってちょっと待ってね。なんかここになんかつなんかちょっと待ってなんか取れた。梅猫ピアニさんありがとう。今日も見に来てくれてね。そうハブラジのピュールワイ。そうなのそうなんですよ。ピュールランドさ特典会で行ったよって言ってくれて、なんで X にも写真載っけてくれたよね。そうピュールランドについてなら私いくらでも語れるのでね、また今度なんだろう特典会とかショールームでもいいのでピューロランドのね感想をね詳しく聞かせてくれたら嬉しいです。今日もね見に来てくれてありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう。早口言葉あファボラジあのさあれ全然多分言えてないよね。なんかさ私と花の方が言ってなかったくない？アンピーの方が言ってた。だからちょっとあれってなっちゃってた。葵さんこまみありがとう。ジャムズ私はジャムズさんの推しをね決めたいの。本当にみんな好きなんだよね。みんな好きで決まらん。こんばんはゆうたさんこんばんはありがとう。ファブの曲で一番好きなのなんだっけ。あ私がどういうこと。えスティーブのだってなんか好きな歌詞ないですみたいに言ってたじゃん。好きな曲あるんですか。リターンのむリターンのまばり深い悩み。え本当にありがとう嬉しい。そうなんかさみんなんかアイドルさんって絶対さ自分の強みを持ってるじゃん。なんかこの子は絶対なんか花だったらこのめっちゃ歌うまいし声もパワフルだしなんかショートカットとかさあるじゃん。私はそういうのが多分ないからなんか初対面の人とかに私多分覚えてもらえないなと思ってなんか対バンに出た時とかもなんかやっぱマイハブって名前知ってほしいし私のことも見つけてほしいからなんか誰にも負けないところを自分で作りたいなって思ってそう悩んでることが多い最近。ジムズさんのアイペリギア曲好きなので聴けたら。え私も聴いてる。いいよね。今度 TikTok で踊ろうかなと思ってた。サリとは言ってなかったか。ほんとあ、リンカのリンカが一番好きなのは、夢が夢じゃなくなる時が一番好きかな。スティーブは何が好き。てか、リンカちゃん呼びリンカちゃん呼び嬉しい。ありがとう。リータ、ほんとに頑張ります。でもサフランさんに言ってもらえたのか安心した。ありがとう本当ありがとう。そう歌なら可愛い見つけた本当にね嬉しい。え待って嬉しいからスクショする嬉しいからスクショしよう。ちょっとみんなが言ってくれてるのスクショするね。ありがとう。よいしょできた。ありがとう褒めてくれて。あなたさんそうだよね。11見に来てくれてありがとうね。会えるまではまだあと2ヶ月ぐらいかなあるんだけど、こうやってあのショールームとか TikTok に毎日コメントしてくれるからなんかお話できてる気分になってます。そうね次会った時はね1周年ライブだと思うので1周年ライブではもっとね前にライブに来てくれた時より楽しませられるようにいっぱい練習頑張るから会えの楽しみにしててください。今日もね見に来てくれて本当にありがとうございました。ありがとう。大阪からいつも応援電波送ってくれて嬉しい。ありがとうありがとうくまちゃんありがとう。
ありがとう。本当好きな曲一緒、めっちゃ嬉しい、ありがとう。いつに好き、私もいつに好きだよ。上位で好き。そう、そっか、じゃあいつにやるときはスティーブンテンション上がってくれんかな。グロージさん、こまりたん、ありがとう、見に来てくれて。そうだね、武道館、私たちも武道館切るように本当に頑張ります。もう本当に本気で頑張る。ミニティフね、えそうだよ、早いよね、ミニティフの時からもう早いよ。あの時さ、会場のあの楽屋行くまでの道がさ、海だったの、反対側がね、めっちゃ海良かった、行きたい海に。もう会えたの、だって次会えんの、あとでもねえ、ちょっと長いね、会えるまで。そう、長い長いです、会えるまでね。フラム、あ、フラムって呼んでんのみんな、いいね。ちょっとちょっとみんなの今度曲の訳し方聞きたいな。私たちもね、変な訳し方いっぱいあるから、一緒だといいな、解釈が。ね、フロムいいよね、私もね毎回泣きそうになる。次のライブでももし歌うってなったら泣いちゃうんだろうなと思う。そう、自分のね、そう、え、なんかマイハブ自分で言うのもあれだけど、めっちゃ曲いいと思うの。だから私結構いつもね、移動中とか曲よく聴くんだけど、自分たちの曲もちゃんと聴いてます。そう、本当にそうやって言ってもらえて嬉しい、ありがとう。ね、フルマイフューチャーもやばいよね、本当に。私もね聴いてて本当に悲しい、なんか感動しちゃう。歌いながら感動してるし、最初曲嬉しいな、曲いいよね。そう、いい曲ばかりねもらえるので本当に楽しみです。ねえ、どういうこと。歌詞も好きになって。そう、私もなんか本当に曲好きだから、そう、え、曲のとこ8回、そうだよね、そう、6人バージョンの曲とかもね、そう、みんなレコーディングをねし直したので、いっぱい聴いてください、ラジコでたくさん、ポッドキャストでも聴いてください、ありがとうね、嬉しい、私のことまでありがとうぜ。ね、ほんといいよね曲、嬉しい。今日もね配信見に来てくれてありがとうございました。そう、私ね今から夜ご飯をねちょっと遅いんだけど食べたいと思います。なんだろう今日の夜ご飯。またねちょっとライブ、あの今日のねワンラブワンハートさんとアンレームさんのライブのね感想をね、あのもういっぱい言いたいことがあるから、また明日もいっぱい聞いてください。はい。今日もねありがとう、配信ね見に来てくれて本当にありがとうございました。またねいろいろいっぱい語ってください。ありがとう、今日も見に来てくれて、久々にね、久々っつっても一日配信できなかっただけでも寂しかったから、いっぱいお話できて嬉しかった。ありがとう、また明日配信するので、明日何時になるかもまだわかんないんだけど、明日も配信見に来てくれて嬉しいです、ありがとう。いっぱい、じゃあ今日はマイハブの曲聴いて寝てください。おやすみなさい、ありがとう、おやすみ、また明日ね、ありがとう、バイバイ。